こんにちは、皆さん。私はインドリーです。インドネシアから来ました。よろしくお願いします。今年の7月に日本に来てホームステイにしました。その理由は、私は一人で留学するのが初めてだし、両親が心配してるし、日本語もあまりわからなかったからです。最初にホームステイに入った時、少しドキドキして、日本語あまりわからなくて、どうやってコミュニケーション取るのかと思って心配していました。でも、ホストファミリーはとても優しいですよ。いろいろなことを教えてくれるので、日本語の文化や習慣も分かってきました。それに、ホームステイファミリーといろいろなところに連れてってもらって、とても楽しいですよ。そして、毎日家でも日本語を使うので、日本語を習うのはもっと早いと思います。今は私はこのホームステイにもう習ってるし満足してるので、これからもここでホームステイしたいです。皆さんも日本に来るならホームステイはとてもおすすめですよ。じゃあありがとうございます。